はい、どうも、ギです。皆さん、昨日で楽天さんに勝利してね、現在ホークス6連勝ということで、そして7連勝をかけて本日ホークス対オリックスの試合があるわけですが、本日の午前中ですかね、僕がもう数年前から、もう大変お世話になっている YouTube 界における僕にとっての大師匠、B モルルさんがね、ちょっとホークス強すぎるぞという動画を上げられておりまして、ちょっと一部ホークスファン界隈がざわついていたんでね、呪いかけられただの、呪いの動画出されただの、ちょっとざわついてたんでね、ちょっと言わせてもらいたいんですけど、ビンバーン！いや、ちょっとモルルさん何してくれてるんですか、もう。ダメっすよ、そんなサングラスかけて、俺はランヘル・ラベルだから、B モルルじゃないから、これはノーカウントだみたいなことをおっしゃってましたけど、いやね、そんなサングラスかけたくらいでね、自分を偽れると思っちゃもう大間違いですよ。あれモルルさんですよ。で、なんかそれに加えて、なんかパリーグ TV までもがね、山本由伸に相性がいい、なんかマッキーが入れたの、三森が入れたの、なんかモルドさんだけではなく、パリーグ TV までなんかフラグを立てに来てて、もうパリーグ関係者各所がもう全力でホークス潰してきてるわこれみたいなね、っていうのはもう正直思うわけですが、まあ言うて、ただのもう、オカルトみたいなもんっすよ。呪いとか、呪いの動画だとか。まあ僕もそんな本気にはしてないっすよ、さすがにね。まあただ、今シーズン、モルドさんが筑後ホークスに関して触れた動画、8月25日あたりにね、筑後ホークス強すぎるやろみたいな動画上げられてたんですけど、その翌日に、筑後ホークスの連勝が止まって、その後ちょっと勝ち負けをちょっと繰り返した後、ロッテに3立て食らうみたいな出来事があったんで、まあ確かにね、不安になる気持ちはわかる。まあそんなの、所詮ジンクスだろうと信じてないよと言いつつも、まあ不安になってしまう気持ちはわからんでもない。だからね、ちょっと今日は僭越ながら、まあ、これもまたただの偶然ですけど、今シーズン現地観戦4試合行って、まあ、4勝して、全試合ギータがホームラン打ったと。まあ、偶然ですけど、まあ、比較的運が良かった、まあ、私がちょっとこういう動画を出させていただくことで、なんかいい感じに中和できるんじゃないかなと思って喋らせていただきました。ただ、まあ、一つだけ言いたいのが、どの道今日吉野部、どの道今日吉野部やから、みんな、もうそんな気にせんでいいもん。で、こっちの先発が、対オリックス防御率7点台の坂東くんなんでね、まあ何をどう考えてもタフな試合になることは分かりきってるんで、まあ今日に関してはまあ、穏やかな心で見ましょう。2017年ギータが言ってたみたいにね、もう穏やかな心で今日は見て、で、この3連戦の中でも一つどこか一つでも勝てばいいわけですから、穏やかで気楽なマインドでちょっと今日の試合見ていきましょう。もうこの後すぐね、試合が始まってライブ始まると思うんで、皆さんよかったらぜひ遊びに行ってください。モルドさん、パリーグ TV、ホークスは負けんぞ。